さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ東京ドームにて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側北海道日本ハムファイターズ、先発投手は堀、コンディションに関しては問題ないようです。そして対する一塁側読売ジャイアンツ、先発投手は杉内、本日好調。それでは先発投手をご紹介します。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている杉内。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番、打った、抜ける、平沼ナイスヒットです。ノーアウトで先制のランナーが出ました。そしてバッターは高浜、どうせ1球目バント、これがショートフライ取りました。ランナー進塁を阻止しました。これでワンアウト。そしてバッターボックスは打ちました、三遊間の打球、セカンドホースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズ、スコアボードにゼロの文字が入ります。さあマウンドにはこの人堀、今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは1番松原、さあ初球スライダーはボール、カウントワンボール。第2球は真ん中決まってストライク、ワンボールワンストライク、打った、軽快に一塁へ、アウト。0対0で迎える3回です。そして迎えるバッターは難波、どう攻めていくか、タッチはアウト、これで2アウト。さあ目の離せない展開となりました。ファイターズ厳しい展開になってきました。ここ1球目打った、左中間破った、岸田3塁回った、ジャイアンツ先制1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ここでバッターボックスは若林、このままどんどん攻めていきたい。投げました、ストライク、アウトローへ、まずは入れてきました。内角高め見送ってストライク、軽く追い込みます、外れたボール。さあ次は何で来るか、空振り三振、堀プレッシャーをものともしません。そしてバッターは中井、第1球を初球すっぽ抜けました、余計な力が入ったか、投げたインサイド見送ってストライク、投球これから3球目。ここは慎重に行くか、打った、ファウル、投球これから5つ目。さあこれで流れが変わってくるか。3回まで終了し、ファイターズ追う展開、迎える5回です。そしてバッターボックスは岸里、なんとか優位に持ち込みたい。投げた、インコース高めストライク、スリーボールワンストライク、真ん中決まってストライク、真ん中見逃し三振。そして迎えるバッターは石井、1球目を投げました、高く上がっています。若林交代、ショート落下点に入りました、取りました、これで3アウト。5回の表が終わって1対0、ファイターズ無得点で終了です。ファイターズ追加点のピンチを迎えております。さあそして迎えるバッターは今日ツーベースを打っている松原、このままどんどん攻めていきたい。内側危ないボール、打ちました、平沼バックしていった、切れていきます、ファウル、流し打ち、ヒットになります。ボールが点々と転がっている、ボールは中継、ジャイアンツ1点入りました、2対0。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。ここでバッターは若林1球目を投げました、真ん中に送ってストライク、カウントワンストライク、まっすぐ空振り。さあ最後はストレートで豪快に仕留めに行くか、ストレートはボール、カウントワンボールツーストライク、直球見送ってボール。さあここはどういうコースと球、打ちました、ライトへ飛んだ、ヒットになります。松原一気にホームへ、二塁ランナーホームイン、ジャイアンツさらに1点追加、3対0。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。
ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。さあ、そしてバッターボックスは今日2本のヒットを放っている松原。セットポジション第2球は打ちました。センター方向へ持っていきました。取って、これで3アウト、チェンジ。6回の裏が終わりまして4対0、ジャイアンツこの回1点を入れリードを広げています。ジャイアンツここはなんとかしのぎたい。さあ、ここでバッター打ちました。山本取ってアウト、これで3アウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。8回の表が終わりまして4対2、ファイターズこの回追い上げを見せています。ファイターズなんとしても得点を挙げたい9回です。ここでバッターボックスは清宮。打った、痛烈な当たり、大事に一塁へボールを送って、送球それた、ショートのエラーが記録されます。ファイターズダイソー投入です。そしてバッターは大島。厳しい状況ですが、なんとか出塁してほしい。フォーク外れた、フォアボール。投球これから3球目、打ちましたが取りました。ジャイアンツ最後をきっちり打ち取ってゲームセット。ジャイアンツ見事な戦いで白星を挙げました。非常に熾烈な戦い、僅差で逃げ切った。杉内、敗戦投手堀、西武西村。さあ、そしてジャイアンツファンの皆様、よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に